足立清役の赤楚衛二です。黒沢雄一役の町田啓太です。今週のこれを見るとチリマホザムービーをもっと見たくなるらしい、パート2は、六角役の草川拓也さん、藤崎さん役の佐藤亮さん、浦部さん役の鈴之助さんからコメントも到着してるみたいです。楽しみですね、うん、早速ご覧ください。どうぞ。並びとしてはこの六角こっち来て藤崎がこっちに来れたか A の近藤さんじゃ。うん、教授に終わらせたい資料があって、はい、足立さん最近超やる気じゃないですか。ちょっと目標があって。へえ、目標か。黒沢の目標は黒沢じゃない。六角です。はい、どうぞ。六角の目標は黒沢にする。足立。はい、聞いたぞ。いや、なんか間空いちゃったんで、久々に来たらなんかどうかなと思ったら、やっぱ豊川のこのオフィス入ってみんな会ったら、もう全然時間なんて関係なかったですね。もうすぐ戻れましたね。はい、まあ、色々とあるんですけど、思い出てるやっぱ最初にあの第1話で、あの足立に30まで土手だと魔法使いになっちゃうんだぞっていう。知らないのか、30過ぎても童貞だと魔法使いになっちまうんだぞ。魔法使いってそんな都市伝説信じてるんですか。だからそれを見た時に、いや、昔浦部が実は魔法使いだったんじゃないかとか、なんかいろいろと考えてくださるファンの方とかいて、そういうご意見聞くと、あ、面白かったですね。私の家で3人、僕もお邪魔して3人でご飯を食べるっていうシーンがあって、そこで黒沢がアヒージョを作ってくださるんですね。さあ、召し上がれ。すっげー、アヒージョっすか。口に合えばいいんだけど。いただきます。うんま。さらかして。あ、うん、なんかアヒージョをアヒーっていうので遊んでいて、それがすごくなんかこう頭に残ってるというか、で若干本番に支障をきたすぐらいちょっとつぼってしまった時もあって、でこう久々に今日皆さんとお会いして、またその話が出てきて、さっき、あ、すごい懐かしいねってみんなで言い合ってましたね。花火のシーンかなと思います。最初僕たちの一番最後のカットでしたね、あれが、うん、そうですね、あれでアップでした。あれでオールアップしましたからね。藤崎さん受けますね、急に花火あげたいとか。理由も聞かずに付き合ってくれる六角くんもなかなかだよ。だってなんかいいじゃないですか、これ見て誰かがちょっとでも幸せになれんなら。うん、よし、行きますか。うん。ミュージックビデオみたいな綺麗さがあって、めちゃめちゃすごい、結構すごい音で、うん、結構普通にびっくりしてるのが普通にそのまま使われたってなってる。あとりょうちゃんがもういいすごい覚えてるのが、こう置いてくんですね、位置に。位置ってこう映っちゃうんで、バミリがリハの時とかあったんですけど、本番だとやっぱどかさなきゃいけなくてっていう、位置が分かんなくて、で置き順も分かんなくなっちゃってみたいなのがね、何回かあって、あれね、メイキングでね、NG 集になってる。うん、そう叫んだもん。そうそう、叫んでました。あー、つって珍しいレアな姿がありました。メイの二人がね、離れ離れになっちゃうから、うん、そこをね、まあ、何も知らない六角くんと、うん、なんかちょっと大丈夫かなっていう藤崎さんと。そう、ここはそのやっぱり同じ会社ですけど、そこの差があって、六角はやっぱこう気づいてないんですよね、まだ。でもすごく2人はその先輩として尊敬してる部分があるし、すごく好きだしっていうので、こうついていってるんですけど、藤崎さんはすごく分かってるから、もうそういうところの差も面白いですし、あのドラマの後の今後の展開っていうのはすごくどうなるのかっていうのは、やっぱり楽しみな部分でもありますし、
台本読ませてもらった時にはやっぱ最後のなんか自分の役でもないのに泣いてしまいましたね、うん、なんかこう一つ一つのセリフ選ぶ言葉が、うん、もう全部がこう温かいというか、でなんかまだ撮ってもないのに浮かんでくるんですよね、うん、ドラマでやってるからすでにそのみんなと共演しててっていうのは分かるから、あこんな感じでやるんだろうなっていう想像ですごく感動しましたね、あそこは、うん、ドラマの時からおなじみのね、また皆さんとの共演楽しかったですね。いやそうですね、うん、しかも映画からまた新しい登場人物も来ますので、ぜひそれもお楽しみください。はい、では次週パート3でまたお会いしましょう。映画公開まであと3週間お楽しみに。俺はまだ魔法使いのままだ。はしゃいでる足立かわいい。こんな時間がずっと続きますように。チェリマホザムービー。もったいなくて食べられない。いや食べろよ。無理。